岩月塾本陣跡の位置岩月塾は、中仙道の本郷岩手を起点とした、日光五条道の4番目の宿場町である。岩月城の城下町として整備され、日光五条道に面した両側にあった。現在の埼玉県埼玉市岩月区に相当する。岩月は、岩月城の城下町であったため、宿液制度によって新た造成された宿場とは、異なった町場の様相を示していたという。 岩月城下町の地形は岩月大地の絶城第地上に築かれ、北から東を元荒川外城、その内側には帯車があり、南西方向を除いて沼に囲まれている。城下町は南西方向は岩月大地に連続し、武家屋敷が縄張りされ、町人町はその外側の南西から西側にかけてと南東側に配置されている。寺院は町人町の外縁。 大釜えの要所要所に配置されている。岩月塾は日光五条堂の4番目の宿場である。前宿は大門宿で皇帝に里十一丁。岩月塾は西方より角村村を経、角口から城下走行内に入った五条堂は市宿町を通進、久保宿町を通過し、道町業で左折して渋江町、田中町を経て田中口より走行外に出る。 その先は、元荒川右岸に達し、道川を溶かして、辻村に至る。その後北上を続け、去手塾の手前で、日光道中に交流していた。岩月塾の機能は、市宿町、久保宿町が担い、他の七町は、両町の定助郷として、脇宿七が町としていたため、岩月塾は、城下九町の総称としても用いられ、宿高は九町分の町高を含んでいた。 岩月周辺に流れる河川は、東部を元荒川、西部を綾瀬川である。地形は、里と称されている、岩月大地との型と称されている中石平野からなり、大地と低地が複雑に入り組み、起伏に富んでいる。岩月大地は、北西から南東方向に細く伸び、雨水の浸食作用を受けて浸食国が形成されているという。岩月城下町の地形は、 岩月大地の絶上大地城に築かれ、北から東を元荒川外城、その内側には帯車があり、南西方向を除いて沼に囲まれている。城下町は南西方向は岩月大地に連続し、武家屋敷が縄張りされ、町人町はその外側の南西から西側にかけてと南東側に配置されている。寺院は町人町の外縁。 大構えの要所要所に配置されている。日光五条道は、古くは鎌倉街道と称された、古道筋を利用したものである。江戸時代官営期以降、日光社山にこの道を利用するのが慣例となり、将軍おなりの道ということで、日光五条道と称され、道中武教の支配下となった。日光五条道は、江戸時代将軍の日光社山専用道路であった。 現那3年4月、徳川家康の遺外が、駿河の久能山から日光に移された時、二大将軍、秀忠が、同年4月12日江戸を出発して日光に向かった、時が五条道の最初の通行をという。官営期以降、日光社山にこの道を利用するのが慣例となり、将軍おなりの道ということで、日光五条道と称され、道中武行の支配下にあった。 五条道は、中仙道の本郷追い岩けを起点として、岩淵塾、荒川、川口、鳩ヶ谷、大門、岩月を経て、去ってで、日光街道に合流するおよそ12里30丁の王冠路であった。日光五条道が、幕府干渉の行動として、正式に宿場に組み込まれた時期は不明である。足立郡大門村は、天南二年五条道の宿場に組み入れられ、 打賃考察が交付されたという。したがって、岩月町は、大門と同じく天那二年頃には五条道筋の宿場に指定されていたと考えられる。天正十八年、徳川家康関東入国に伴い岩月城に、孔力清長が入り、清長が没した後、忠ふさつ玄五年まで在城した。その後、常盤時代となり、元那六年、青山忠都が上主となり、 三カ年で安倍摩擦具に代わり、因後安倍氏の時代が遠方九年まで続いた。岩月城下の整備は、高力士及び安倍氏の時代に行われたとされ、慶長六年に師匠に関わる三ヶ城の置き手書きが出されている。日光五城堂に面した両側にある岩月塾は、かくら口から城下に入ると、市宿町、久保宿町と続いており、岩月塾は市宿町と 久保宿長によって構成されており、他の城下七町は岩月塾の定助号として、当初より、市宿戸町と久保宿長に付属していた。天保十四年、宿村大外長によると、当時は岩月城下九町を総称して、岩月塾といい、その宿内人物は男1648人、女1730人の計3378人であった。 また、個数は778件、内本人、脇本人が、久保宿長に、各1件あり、本人は、斉藤の次郎、脇本人は、中島徳右衛門が務めており、旗小屋は10件であった。宿村大外町によると、岩月塾号交百172国余り。県地は、明暦2年に行われ、石高は、田園坊では、 岩月町として2213国余りであった。遠方8年の宿町によると、宿高は、宿内を2分して、東現地744国余り、西原地1692国余り、他に、神殿104国余り、農泉久し3巻955分、藍亀や首田2巻848分、三鳥綿畑十六町一旦旧世散歩とある。 岩月塾の規模は東西11兆、南北15兆余りであった。文化、文世紀の矢数は560件余であった。溶水は天水が利用されていた。岩月塾では、6歳史が毎月1.6日に行われ、産物にはネギごぼう、米、木綿などが売買された。岩月城下の町づくりは、城主、 高力清長により始まり、その後安倍氏に引き継がれ、城下九町が完成した。大岡家時代に御景神殿が加わり、九町御神殿と称されたという。九町は、市宿町を中心に、新町、横町、久保宿町を中心に、渋江町、田中町、富士宿町を中心とした、林道町、新極林町のように三つに分けられ、触れた地などは、 岩月会所から、市や都庁、久保宿町、富士宿町に達され、そこから各町内に達せられる仕組みだった。問屋場は、毎月昨日から18日までは、市や都庁、毎月19日から、溝下までは、久保宿町が務めることとなっていた。安永3年頃の岩月宿の職業は、本寺に1件、酒屋12件、国屋49件、味噌屋2件、事屋2件、 豆腐屋15軒、締め油屋8軒、石屋2軒、鍛冶屋1軒、畳屋2軒、刺し物屋1軒、荒屋7軒、桶屋6軒、大工29軒、小引き18軒、屋根吹き8軒、名主12軒、そま8軒、鼓女2軒、座頭6軒、山節3軒、左官5軒、組頭19軒、石10軒、湯屋4軒であった。岩 六歳祀が毎月1.6日に行われ、産物にはネギごぼう、米、木綿などが売買された。隣の宿場町、ありがとうございます。